楽曲の奇跡ナンバーアンダーラインア i のジーニアスチャーツランクインが描く音楽業界の新たな地平ナンバーアンダーラインア i が音楽チャートを支配ジーニアスチャーツでの異業が示す未来とは音楽業界は絶え間なく変化し競争が激しい世界ですがその中でナンバーアンダーラインア i というバンドが最近注目を集めています彼らの楽曲がジーニアスチャーツの 今週のジーニアスジャパン総合トップ10ソングチャート2024.5.29から6.04集計 W22 に発曲もランクインするという偉業を達成しました。この結果は偶然ではなく、彼らの努力とファンの支えが織りなす奇跡の産物と言えるでしょう。SNS 上でも多くのファンがこのニュースに歓喜し、彼らの努力と成功を称賛する声が溢れています。ファンたちは、 ナンバーアンダーライン愛の歌は歌詞が奥深く心に染みるものばかり。たくさんの人に触れ合えてもらってて嬉しいです。いや、歌詞が知りたくてよく見ています。ナンバーアンダーライン愛全曲ランクイン嬉しいです。など、彼らの楽曲に対する熱い思いを共有しています。ナンバーアンダーライン愛の成功は単なる一過性のブームではなく、彼らが長年にわたって築き上げてきたものです。バンドのメンバーは、 音楽に対する情熱を持ち、常に新しい音楽を追求し続けています。その結果、多くの人々に共感される楽曲を生み出すことができました。特に、彼らの歌詞は深い意味を持ち、聴く人々の心に強く響くものとなっています。このような深い歌詞は、日常の中で感じる感情や経験を繊細に描写しており、多くのファンが自分自身の経験と重ね合わせることができるのです。 さらに、ナンバーアンダーライン愛の成功の背景には、彼らを支えるファンの存在が大きな要因としてあります。ファンは SNS を通じて彼らの情報を共有し、応援メッセージを送ることで、バンドの活動を後押ししています。ファンの声援は、バンドメンバーにとって大きな励みとなり、さらなる創作意欲を引き出しています。また、ファン同士のつながりも強く、 彼らのコミュニティは日に日に拡大しています。SNS での交流は、ファンがナンバーアンダーライン愛の最新情報を迅速に共有し、共通の話題で盛り上がる場となっています。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ聴くだけでなく、深く感じ取ることができるものです。彼らの楽曲には、人生の喜びや悲しみ、希望や絶望といった多様な感情が込められています。例えば、 彼らのヒット曲、No, Oh, Ring は人生の輪廻や再生をテーマにしたもので、その歌詞は聴く人々に深い感動を与えます。このようなテーマは現代社会で生きる多くの人々に共感を呼び起こし、彼らの心に響きます。また、ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らの音楽だけでなく、そのパフォーマンスにもあります。彼らのライブパフォーマンスは視覚的にも聴覚的にも圧倒的であり、 観客を魅了します。彼らのステージは、音楽と照明、映像が一体となった一大エンターテインメントであり、見るものを非日,日常の世界へと誘います。ライブでは、ファンとの一体感を感じることができ、彼らのエネルギーと情熱がダイレクトに伝わってきます。しかし、ナンバーアンダーライン愛の成功は一夜にして成し遂げられたものではありません。彼らは多くの困難や試練を乗り越えてきました。 音楽業界は競争が激しく、成功するためには多大な努力と忍耐が必要です。彼らはその過程で多くのことを学び、成長してきました。例えば、初期の頃はライブハウスを回りながら地道にファンを増やしていきました。また、メンバー同士の意見の違いや音楽的な方向性の違いなど、多くの葛藤を経験してきました。しかし、そうした経験があったからこそ、 彼らは現在の成功を手に入れることができたのです。さらに、彼らの成功には、音楽業界の変化も影響しています。デジタル時代の到来により、音楽の配信方法やプロモーションの方法が大きく変わりました。SNS やストリーミングサービスの普及により、アーティストは自分たちの音楽をより多くの人々に届けることが容易になりました。ナンバーアンダーライン I もこの変化をうまく利用し、 SNS を通じて自分たちの音楽を広めるとともに、ファンとのコミュニケーションを大切にしてきました。このようなデジタル戦略が彼らの成功に大きく寄与しています。また、彼らの音楽はジャンルを超えて幅広い層に支持されています。ロックをベースにしながらも、ポップ、エレクトロニカ、ヒップホップなど、様々な要素を取り入れた楽曲は、多様な音楽ファンにアピールしています。 このようなジャンルの垣根を越えた音楽性が彼らの魅力の一つとなっています。また彼らの音楽には時代の流れや社会の変化を反映したメッセージが込められており、それが多くの人々に共感を呼んでいます。例えば彼らの曲未来への道は現代社会の不安や葛藤を描きながらも希望を持ち続けることの大切さを歌っています。この曲は 多くの人々が感じる現代の問題に対する共感を呼び起こし、そのメッセージが広く受け入れられています。このように、彼らの音楽は、聴く人々に深い感銘を与え、そのメッセージが人々の心に響くのです。さらに、ナンンバーーアダランアイのメンバー自身も、音楽に対する深い愛情と情熱を持っています。彼らは常に新しい音楽を追求し、自己を表現することに力を注いでいます。 例えば、彼らのリーダーであるキシ君は、自身の経験や感情をもとにした歌詞を書くことが多く、その歌詞は多くの人々に共感を呼び起こしています。また、彼らの音楽は、ただ聴くだけでなく、聴く人々が自分自身の感情や経験と重ね合わせることができるものとなっています。彼らの成功は、音楽だけでなく、その人間性にもあります。彼らはファンとの交流を大切にし、 常に感謝の気持ちを忘れません。例えば、SNS 上でファンからのメッセージに対して丁寧に返信したり、ライブ後にファンと直接交流する機会を設けたりしています。こうした姿勢が、彼らのファンベースを強固なものにしています。最後に、ナンバーアンダーライン愛の成功は、音楽業界全体にとっても大きな意味を持っています。彼らの成功は、 多くの若いアーティストたちにとっての希望と励みとなっています。音楽業界は厳しい世界ですが、彼らのように努力し続けることで、成功を手にすることができるのです。彼らの成功は、音楽業界の未来に対する希望を示していると言えるでしょう。今後もナンバーアンダーライン愛の活躍から目が離せません。彼らの音楽は、これからも多くの人々の心に響き続けることでしょう。そして、 彼らの成功が音楽業界全体にとっての新たな可能性を示すものとなることを期待しています。彼らの挑戦は続きます。そして、その挑戦がどのような結果をもたらすのか、今から楽しみでなりません。このような成功の背後には、多くの努力と情熱、そしてファンとの強い絆が存在しています。彼らの物語は、ただの成功談ではなく、 多くの人々に勇気と希望を与えるものです。彼らの音楽は、これからも多くの人々の心に響き続け、その影響力はさらに広がっていくことでしょう。私たちもまた、彼らの音楽に触れ、その魅力を感じ、共に未来への道を歩んでいくことができるのです。未来のナンバーアンダーライン愛の動向に注目しつつ、彼らがどのように音楽の世界を変えていくのかを見守りたいと思います。 彼らの挑戦と成功は私たちにとっても大きなインスピレーションとなり新たな可能性を示してくれることでしょう。彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続けることを願っています。